むちゃむちゃ介護業界が面白いっていう話をですね、今日、させていただきたいなと思うんですけど、皆さん今学生さんってどれだけいるの？まあ、手を挙げられなかった方は、今働かれてる。あ、ちなみにどういった業界で？回復期の病院で理学療法してる2年目の。はい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 。回復期の病院で、病棟と外来と通所やってます。で、11年目になります。はい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 。わ、すごいな。同県で介護職やってます。あ、そうです。今介護業界が面白い。まあ、これはね、まあ、今とは書いてあるんですけど、今までも、この7年間もすごく楽しかった。で、楽しかったんだけど、楽しんでる人があまり少なかったと感じてます。で、これは、私が、メインとしては介護業界以外の人たちに介護業界の魅力を伝えようと思って作った書類。新規事業部を立ち上げるだとか、新しい会社を作る、それの約6割はもう高齢者とか介護事業、まあ医療系も関係するけど、とにかくそちらの方に目がいってるっていう。どうしてもやりたかったのが在宅介護っていう、要は介護の中でも施設介護とね、在宅介護だとか、まあそれ以外に介護関係のいろんな部門ってあるんですけど、自分はもうその在宅介護、要はデイサービスっていうものにすごく興味があって、まあちょうどその立ち上げをするっていうので、家を一軒借りてたオーナーさんがいて、でそこにも直接すぐ連絡して、私に全部やらせてくださいと。だからその時は42歳、それでまあ7年経ったわけなんですけど、3年半ぐらい、4年ぐらい経った時に、一番最初に話したんですけど、楽しそうに誰もやってなかったんですね。もし今働かれてる現場ね、いらっしゃるんだったら、自分のところは楽しそうにしてるのかなとか、考えてもらってもいいですし、まず自分がね、これから働くんだったら、そこの場所は本当に楽しい場所なのかっていうことは俯瞰してみるべきだなと思います。どうしてもこの楽しさをどうやって伝えようかって思って、この業界の人たちは、Facebook、医療系介護系は Facebook が今主ですね。今少しインスタの方にもね、いろんな情報っていうのが流れてきてるし、まあ、少しずつ YouTube っていうようなものにあったんですけど、じゃあまずFacebook をいっぱいにしようと思って、Facebook でずっと常に配信を続けてきました。で、それである程度やってきたんですけど、このペースだと絶対遅いと思ったんで、自分をもっと売るためにどうしようかと思って、出版社にはいたんですけど、リスクマネジメントとセールスプロモーションしかやってなかったので、本っていうのは作ったことがないんですよ。ただ、見たことある。作ってる姿は見たことあるんで、まずじゃあ自分で記事書こうと思って。書けるかなって思って。で近くのですね、知多メディアスっていう知多半島の東海市にあるんですけど、まあ、そこに、デイサービスの送迎中に自分の記事を作って8ヶ月ぐらい通って、俺に記事を書かせてくれっていう行きましたね。で、8ヶ月後に分かりましたと、じゃあ2ページあなたに書いてもらいます、その代わり30万払ってくださいって言われて、分かりましたとじゃあ4ページにして30万で書かせてくれって、私はこの本の中に本を作りますって言って、アホなこと言ったんですねちなみにこの、皆さんの手元にあるクレセントっていうのは、まあ月10回です。1月と8月が休みです。これは休みたかったからどれから行こうか、ね、赤いのあれがね、防具の安室ちゃんの時の表紙にしたくてね。わからんやろ、わからんじゃろ、わからんね。いいよ、わからん、ね。ちなみにあれ、ベトナムのね、タバコ売ってるおばあちゃんです。路上で。おばあちゃんに、実は俺こんな本作ってんだって言って、また必ず来るから、写真撮らせてくれって言って撮らせてもらった。で、これを撮って、表紙にした後にもう一回ベトナム行って、このおばあちゃんにこれ渡してきた。でおばあちゃんって言って、これね、おばあちゃんのこの表紙ってね、防具のって言って、安室ちゃんのやつをアマゾンで取り寄せて、で、これをしてこれになったんだよっていうふうな話をして、その安室ちゃんのその、乗ってる防具をね、とこれの本を一緒に渡してきた。またちょっといつか行くねっていう。基本ね、なんかやりてえなと思ったらね、電話かね、手紙。
結構ねヒットする。すっげえ熱く語れば。でただ熱く語るだけではダメ。もう熱苦しいぐらい言わんな。左から、3番目、の方はね、去年亡くなられましたけど、あの写真を家族さんが欲しいということで遺影の写真になってます。あのそういう風なね要請がね結構来るんです。でこれ全部スマホで撮ってます。はい、スマホのポートレートで撮ってますね。はい、で今付き合ってるあの企業さんたち、どこも正直介護業界とは全く関係ないです。一番右下の豊丸産業さんってパチンコメーカーさんでさっき言ったアメックスとかも、アメックスさんの話1個するわ。アメックスさんね、なんで俺アメックスさんとつながったかって言ったらね、セントレアの空港で、カード作ってくださいって言われたからラッキーと思ってそこから話した。個人担当で、それから法人担当に行って、東京は落としたけどアメリカ本国が9ヶ月かかったけど、それで OK もとかいう感じで空港での出会い、なんか話しかけてきたらあーって言って、実は私もこんな仕事してるんですって言って、アメリカンエクスプレスはなぜ私に興味を持ったかって、医療機関とつながりたかった。会社入って言って、うちの会社ってうちの病院って、あの法人税は、そのまま払ってますか、アメックスで払ってますか医療系のリース の, あのレントゲンとか機器あるやん、あれそのままお金払ってますか、それともアメックスで払ってますかアメックスで払ってるんだったらそこの経営者賢い、ポイントに変わるんだもん。でポイントに変わってそれをお金にしちゃうと税金かかっちゃうけど、ポイントに変えたやつをマイルに変更して、ね、先生たち学会とかいろいろ行くでしょ、その交通費に企てるとかグレードアップするだとか、もしくはそれを社員に還元して、ね、慰安旅行の、だってすごい機械代って高いでしょ、そういった風に変えていって、やっぱ法人税が払えるのはアメックスだけなんです。2017年の1月から。で法人税って普通に払うよりかアメックス使って払った方が、いいので、一度ちょっとそういうのも頭に、ね、入れてみて、まあ、バイト先のね店長さん社長さんとかに、ね、会える機会があったら行ってみて、でもしあのそれで払いたいって言うんだったら連絡してくれたら、あの後で皆さん名刺渡すんで紹介させます。そしたら多分ね社長さんたちから後からね、あのありがとうって言ってもらえると思うまだ介護保険制度、これさっきね20歳超えてますか超えてませんかってちょっとお話ししたんですけど、介護保険とか介護保険制度っていう、ね、ものができてまだ20年、まだ20年なんです。だからこれからどんなに形を変えるか分かんないんです。皆さんたちの未来が分からないように、これからの介護保険制度がどういうふうな形で変わっていくかって分からない、そこにすごい魅力を、持っていただければいいかなと思います。一つは話をすると、なんであの男と女どっちが偉いと思う男と女どっちが偉いと思う。じゃあね、好きも嫌いも、好きとか嫌いとか誰が決めると思う。これ全部女なんですよね。あの好きも嫌いも女が決めるんですよ、ね、好きも嫌いも女が決めるんですよ、ね、女が喜んだ男はバカだから嬉しいんですよでしょ、ね、と思う、ね、で一番いい女っていうのが、ね、娘な、あの一番に買い物に行くお姉ちゃんはねとかね、一番末っ子がね妹っていう、ね、で一番いい女が娘。じゃあその次何がある。妻、嫁。おー、いいね家に入ったら嫁になる。そういうことか。そうそう。で古い女が姑だ、ね、で主役者の女がババアほら女ってすげえでしょ。男何かっていうと、男って田んぼのところで力仕事しとるだけだよ女の人って一本筋がバーンって取ってるやん、うん、男なんかさ弟だとか兄とかさ何も筋も何も通ってないやんね。この男兵って何も使ってないやんね女性って全部ずっとやってるやん。唯一違うのが母っていう字だけ。
これは象形文字、これ横にしたらね、父を飲ませるっていう部分になる。だって怒るのも女だよ。でしょ。でこれはあのね、昔虐げられたって言って奴隷のどの字なんだけど、奴隷の時にすごく女性を抑圧して、でその時の心が怒りっていう言葉になったっていう。これ金髪先生が言ってた。そう、まあまあそんな感じでね、誰がって言ったら女性がね、一番。 YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイト。